の研究所所長のぶです。今日はですね、この写真ジャンプですね、今日はジャンプの写真を見ながらお話をしていきたいと思います。これはね、かなりマニアックなジャンプのシリーズなんですね。このマニアックなジャンプのシリーズっていうのはね、これは YouTube で、配信したりするんだけども、マニアックジャンプほぼ再生回数は上がりません。100人いきませんっていう話なんですよ。もともとね、ウィンドサーフィンっていうのはマニアックな、どっちかって今スポーツになってしまったのでね、マイナーなスポーツになってしまったので、音声配信上げてもそんな極端に上がらないんだよねって話なんでね、他のものとね、他の YouTube と比べればね。でもそれをコツコツね、やってる人に対して送ってるんですけども、このジャンプっていうのはさらに見る人がいません。あまり興味ないんだよね、みんなね。でもね、これね、興味がないってなんでかなと思うんだけど、不思議なもんですよ、私は。だいたいウィンドサーフィンって、スピードっていうのはね、こう爽快感がありますね。これはもう誰でも求めたいもの。あと、ウィンドサーフィンができることって、あとジャンプなんですよ。まあ、他のものっていうのは、他でできるんですよね。サーフィンでもできるし、スノーボード、ターンとかね、波に乗るみたいなターンに関しては、スキーだったり、スケボーだったり、スノーボードだったり、サーフィンだったり。結構、代替品というかね、できるものは結構あるんだよね。ただジャンプっていうのはなかなか他のものできないんですよ。このね、ジャンプってほらセールを使ってね、浮くような、まあ海斗とかね、そういうことね。だから綺麗に走ってできるって言ったらね、海斗とウィンドしかないんだよね。海斗は最近始まったものだからね、昔からって言ったらジャンプだから、ジャンプってもっともっとこうなんだろう、みんなが注目してもらってもいいのかなとはウィンドサーフィンのジャンプに関しては思うんだけど、なんかね外れてますよね、日本は特に。ヨーロッパなんかとね、やっぱりジャンプって話になるんだよね、やっぱりね。ジャンプが主流って感じじゃないですか、どっちかっていうと。日本の場合はね、多分ヨーロッパと同じような条件かなのに、ジャンプってなかなか何が違うのかなと思ってるんですけど、そんなこう愚痴みたいなこと言ってもしょうがないので。愚痴じゃないか、別に。そう。だからジャンプについてちょっとね、マニアックな。うわ、来たぞって多分思ってる人がね、多分ね、2、3人いるかもしれない。今日来たぞ、ジャンプがみたいな。という話をしていきましょう。でこれはね、どういうことかというと、これはねよく話してるんですよ、ジャンプの特徴としてね。でこれは一般的なジャンプだから、ジャンプってだからね、そんだけ人気がないから、そんなに詳しく解説してる人がいたりとか、ジャンプの、こう何、原理原則みたいな、理屈みたいな人っていうのはね、実はあんまりよく分かってないんで、みんなね、一般の人っていうのは。だからジャンプの高く上がる人と高く上がらない人の大きな差っていうのをね、私いつも言ってるんだよね。これ何かっていうね、なんかジャンプっていうと何、蹴り飛ばして上がるとかって、そういうイメージじゃないですか。それとはウィンドサーフィンはね、全く違って、全くセーリングボートと一緒なんですよ。だからいかにセールのパワーをスピードにつなげてそこを飛ぶかっていう、そういう話なんですよね。そうだから、もうどっちかって何、蹴り飛ばすっていうね、ジャンプでこう踏み込みのタイミング、踏み込みを強くするとジャンプ上がるみたいなイメージがすごいあるんですよ。そうすると踏み込むってことは、ボードのセンターに乗ってテールを沈めるっていう踏み込みになっちゃうね。でこれが大きく違ってて、ボードのセンターに乗って踏み込むってことは、セールっていうかね、セール絶対開くんですよ。だからこの写真見てもらっても分かるんだけど、セールって開いてるんですよ。これセーリングフォームだとしたらどういうことか考えるかっていうとね、セーリングフォームだとして考えるね、これ飛んでる時は多少違うんだけど、これを一般的に考える、一般的でね、普通に考えると、セールってこうやって開いてるんじゃないですか。これを閉じるってことだよね、本当はね。この赤ね、閉じましょうと。でこれはセールが開いてる。だから大体ジャンプをするとボードのね、テールのちょうど真上から押し込む、テールを沈めて反発をできるっていうことを考えると、体ってどうしてもね、体の軸っていうのは、これどうしてもね、体の軸っていうのは、体の軸っていうのはテールにこうやって寄っちゃうじゃない。でこれは本来違うじゃないって話ね。セーリングフォームとしてセールにしっかりとパワーを入れるってことを考えたら、これとは違う体の使い方なわけね。でこれどういうことかというと、頭はこうだとしても、肩のラインってこうだよね、肩の平行ラインね。でそして体があって、足がこうなるわけよ。ってことはハイカウントの状態になるよね。でこれの場合だと腰の位置ってのはここじゃない、腰ね。で本来のハイカウントって腰の位置はここなんですよ。この違い、この違いでセールが閉じてるか閉じないかって決まっちゃうわけね。だから私がこうね、推奨するジャンプね、
っていうのはセーリングフォームと全く同じ、ブーメンドがしっかりとねこうテールの方まで来てね、セーリングフォームって、ね、引き込みってこと重視、ハイクアウトして、しっかりと引き込むってことがね重要、そしてそのまま波に当てるってことがジャンプが上がるコツなんですよね。これなぜ私がそんなことをね偉そうに言うかっていうと、私はほぼ平水でずっとやってきたんですね。もう川ですよ、川だから波なんて全くない。その中で実を言うと全く平水波のない中で私は10メートルぐらいジャンプしてですよ、まあ8メートルか10メートルぐらいジャンプ平水でしてたんですよ。まあ写真でもちゃんと記録に残ってるので、やっぱこう嘘偽りないんだけどもね、うん、もうね、昔の土手越えジャンプって呼ばれてる8メートルか10メートルジャンプ普通にしてたんですよ。それは、それまではね、まあもうかなり昔の話ですよ。でも昔の話っていうかもう、20年前以上そういうジャンプをしてて、だから今でもねそれはなぜできたかっていろいろとね理屈をこれながら考えて、やってねそれを編み出したんだけども、全く平水で10メートルぐらい上がるとね、そういうことなんですよ。これなぜか、その当時は、その当時、今でもどっちかというとそうなんだけど、先ほど言った低量を沈めてその反発で上がるっていうことなんですよ。で今説明したけど、低量を沈めるってことはボードのセンターに乗らないと、体重そこに乗らないってわけね。そうすると何かを言うとセールが開いちゃうんですよ。一番飛ぶために必要なセールの風のパワーがなくなっちゃうってことね。ウィンドサーフィンでジャンプするって言ったら何が必要かって言ったらセールなんですよね。うん、スピードだけでね、スピードパーッと上げてそこだけでジャンプするんだったら、これは斜面が必要になってジャンプ台が必要になっちゃうんですよ。そうすればスピードだけでもねジャンプって上がるんですよね、そこそこね。ただ全く平水でジャンプ上がろうとしたらもうそれはないんですよ。第一ジャンプ台ないんだから。そしたら上がるためには何が必要って、 100% セールなんですよ。イメージ的にはほぼ 100%。 そしたらセールの使い方、風がいかに逃げないようにするか、そして推進力から今度は揚力に変えるってセールの使い方ですよね。でこれ重要なのは、一般の人っていうのはこの写真のようなジャンプがほぼ多いわけですよ。セールがこんなに開いちゃってるやつね。まあこれはここの場合はねちょっと揚力を発生させるために、セールがね90度倒れますからね。まあここの説明としてはちょっと気持ち違うんだけどね、話的にはね。でもジャンプのアプローチとしては絶対引き込みが必要なんですよね。でもそれがみんなないんですよ。テール沈めるとして体がセンターに戻っちゃうから。セーリングフォームのままね、このようにジャンプ台に板を当て込むっていうのが一番いいわけですね。変にね押し込むとか押し込まないってあんまり考えない方がいいんですよね。私それはほぼ考えてないっていうことなんですよね。だってスピードがあるんだから別に押し込まなくて反発いらないんだもんだし、スピードがないもんがね反発必要だよねって話なんだよね。でもそんなスピードね反発必要ないですよ。押し込んでゴーンってやったらその反発上がろうなんて必要ないです、あんまりね。これ全く平水でフリースタイルみたいなのは結構必要ですよ、押し込みっていうのはね。押し込むことによってその反発、だからスケボーのジャンプと一緒ですよ、あれと同じイメージなんだけど、これはフリースタイルはね結構必要なんですよね。そうでもフリースタイルでも今ねだいぶ変わっちゃったけどね、第一ジャンプでもね高さが全然違うからね、ものすごいジャンプしますからね、うん、だからあれは完璧に綺麗にセールを使うってる。そうすると引き込みが重要、セールのパワーが必要ってことになるから、セールの使い方が分かってくるんだね。こう、そう、こういう話をしてるとほら、ジャンプ、興味のない人はチンプンカンプンでしょって話なんだよね。そう。でもこれっていうのはね、ウィンドサーフィンの原理なんですよ、もともとは、すべては。だからセーリングフォームと一緒なんですよね、結局は。だからそれを考えるって、ジャンプって全然変わりますよ。日本の場合は平水でね、どっちかっていうと、ウィンドサーフィンやってる人、すごい多いじゃないですか。ね、波なんてめったに入ってこないんだからね。台風とかさ、でかい低気圧の時波入りますけど、他はまあどっちかというとハワイなんかから言っちゃうとちょっとあれなんだけど、ほぼ平水なんですよね、うん、波ね、肩ぐらいあったってハワイだとね、平水っていうぐらいの感じになっちゃうからね。だから基本的にはそれなんですよ。だから何が必要かというと、何が言いたいかというと、セールのパワーをいかに使うかっていうのが必要な、蹴り込みじゃないですよね、ジャンプの場合はね。そこがね重要なので、そこの考え方が変わる。だからハイクアウトして腰の位置っていうねことが重要だから、これねもうちょっと詳しくすごい説明してるんだけどね、うん、それちょっと知りたいけどね、ジャンプっていうことで、ね、私の YouTube チャンネルで検索してくればジャンプの法則っていくつか出てくると思います。そこでまたね詳しく、だからもうねいっぱい出してるんでね、
ここでまた喋って1時間喋ってもしょうがないので、私が今回は本当に言いたいの、本当に、ね、またね言いたいというのは、ハイカーとして生人コートは変わらないんだよということ、その形を作りましょうということなんですね。セールを 100% 使いましょうということがジャンプなんですね。だからこれをね、イメージでしっかり頭に入って分かってくると、平水でもジャンプっていうのはちゃんとできるようになるんだね、そうすると浮遊するようなジャンプができる、セールを使ったジャンプができるようになるので、まあこの辺にしておきましょう、このマニアックジャンプシリーズはね、あともっとね、いいね、写真が出てきたらまた、ね、お話ししますけどね、あとね、そうだ、ストラップの話ね、これ見てもらうと分かるんだけど、ストラップ、このストラップのね深さ、これ結構みんなね、重要なんですよ。この結構ねストラップの深さって結構みんなね、気にするんですよね。これなぜ気にするかっていうと、ストラップのおかげで怪我する人がいっぱいいるんですよ。で、私は基本的には深いんですよ。でスラロームってどうしても浅いんでね、ハイカウトするために、体がなるべく体がね、ボードの外に出るようにね、浅くした方が体はね10センチ5センチでも10センチでも外出るからね、深くすればセンターに近づいちゃって引き込みこと、スラロームの引き込みとしては弱くなるから、これはどうしようもない。もうウェーブでも浅い人が結構いいんですね。でね、こう深いと、深くしてくださいって言って深いとね怪我するってイメージが結構強いんですよ。だから深くするとね足首入っちゃって怪我するんですよねみたいな話をよくするんだけど、これもねよくよく私考えたんだけど、ストラップが深くてね、怪我する、深いっていうかね、これね、このストラップの深さっていうイメージが違うんですね。深いとゆるゆるってイメージがあるんですよ。じゃなくて深くて、深くてゆるゆるじゃなくて深くてきっちりしてるんですよ。だからこの足先じゃなくて、だから逆に言うと、なんだろう、こう深くてしっかりしてる。でも深いとね、やっぱりストラップ大きくなるんで、結構ね、だから遊びはあるわけですよ。だから遊びがあった方が抜けるんですよ、実を言うと。抜けやすいでしょ。で深く入るってことは、先っぽじゃないから安定感もあるんだよね。で怪我する人のストラップってよく見ると、あれね結構ね浅いんですよ。スラロームの人の方は足首怪我したりとか結構したりするんだよね。あれね、狭くて外に出すために浅くてキューキューでギュッと入れるんだよね。でつま先ぐらいしか入ってない人も結構いいんですよ。でギューギューなんですよ。そうすると、まあこれなんだ、こう視点の法則とかいろんな法則が出てくるんだけど、ほらこう何、じゃあ50セン、まあ、まあいいや、10センチでいいや、10センチの棒があります。それの先っぽだけね、なんかこういうね針金があって、そこに差し込みます、10センチだけね。そしてキュッと曲げた時にどっちが折れますかって話なんですよ。10センチと、じゃあ一番深くまで50センチ60センチまで、ね、そのこうストラップ、針金でできたストラップの中にこう、ね、棒を突っ込む10センチのやつをね、まあ、10センチとイメージしづらいか、まあ、10センチでいいか。そんでじゃあ、ね、10センチで、じゃあ2センチだけその針金のストラップに入れましたと。でギュッと力かけて曲げました。曲がりますよね結構ね。でそれを10センチの5センチの半分まで入れました。で曲げましょう。でも曲がんないじゃない。ってことはどっちの方が負担がかかるかって話なんですよ。そのストラップの、ポイントに関して、ストラップを入れた10センチのところ、10センチだから2センチのところと5センチのところで、逆に言うと深い方が足首には負担がかかんないってことね。先っぽの方がかかるってことですよ。だからつま先指折っちゃったとかよく話聞くんだよね。それってのはそういうことだよねって話なんでね。だから私なんかはどっちかっていうと深くて、10センチだったら5センチ入れて、そこで、ある程度きちっと締めると、ブカブカじゃないですよ。ブカブカじゃないっていうことね。そうだから浅いスラム系の人は浅くて結構ギュギュなんですよ。浅いからね、ギュッと押さえたいために、安定させるためにね、キューキューなんですよ。そうすると怪我って多いんだよね。あとなんだろう、抜けづらくなんだよね、逆にね。浅くてぎゅうぎゅうだとね、深くてちょっと余裕があった方がスポンって抜けるんだよね。だからスポンって足が抜けて怪我したって人はほとんど私は聞かないんですよ。つま先が何かが引っかかっててとか、それで足首痛めたとか、足の甲を痛めたとかね、
つま先をちょっと骨折したとかよく聞くんですよ。だからどっちかっていうね、どっちがマイナスかって言ったらね、やっぱりそうなんですよ。だから深い方が安全だと私は思ってます、実を言うと。深くてね、ある程度ちょっと余裕があるという方はね、私はあんまりこう深くてもぎゅうぎゅうにはしないですね、キュッキュに。なぜかというとかかとステップってかかとを私動かすんでね、まあこれって結構ジャブで重要なんだけど、うん、そうなんですよ。そうするとね、いざっていう時にスポッて抜けたりとかさ、うん、あまり緩すぎちゃってね、あまり入りすぎちゃうと、ね、抜けづらくなるんだけどね、うん、だからその辺が一番いいんじゃないかなと私、まあこれストラップの話です。このストラップの話より長くね、またストラップの話また後で、動画作ろうかな、うん、以上です、少しでも参考になれば嬉しいかなと思います。以上です。